ピンチな時にミラクルなチャンスがやってくるのは、あなた自身が自ら引き寄せているから。日本一の宝石の伝道師りっちゃんです。引き寄せの法則って皆さん聞いたことがあると思います。自分に起きることは自分が思ったことからしか起こらないという法則です。いいことも悪いことも引き寄せてしまうのは自分。現実に不思議な現象を自ら引き寄せてしまうこともあります。昨年、あるお客様が何かに取り憑かれて眠れない数ヶ月を過ごし、どうにもならなくなり、お店にいらっしゃいました。その方は春にイタリア旅行に行きました。私も旅行に行かれることは伺っていました。華やかな宝石はイタリアでは危険だからと、ルビーの原石を旅行前にお送りしました。くれぐれも気をつけてと一言添えて、なんとなくその旅行がいい感じがしなかったからです。帰国後しばらくしてから、その方がお店にいらっしゃいました。何かお顔がおかしいのです。綺麗な方で、以前から目が綺麗な方だなと思っていましたが、まるで目が別人のようで違うのです。どうかされましたか？お顔がいつもと違います。旅行前にお城には泊まらないようにとお伝えしましたが、聞いていただけませんでしたか？とお伝えすると、イタリアではお城にも泊まりました。無事に帰っては来ましたが、なぜか夜中になると眠れなくなるのです。まるで何かに取り憑かれたかのように。グループで行かれて、ほとんどの方が帰国後原因不明の高熱が出たそうです。そのお客様は熱はなく、ただ眠れない、眠りにつこうとしても目をパッチリ開けたまま閉じられない。ご主人が夜中に起きるとゾクッとされていたようです。また帰国後は御朱印を集めにお寺参り、さらに眠れない夜が続き、自分の体が自分ではないような、どうにもならない状態になってしまったそうです。お城に泊まるのは怖いですよ。取り憑かれることもあります。特にヨーロッパは。また御朱印って何のために回るかお分かりですか？ただの興味本位やブームで行くべきではないと思いますが、私はその方にストレートに伝えました。そしてその方の手のひらにアルティメイトというダイヤモンドを置きました。いつもは全く何も感じない方でしたが、熱い、体に何かが入ってくる感じがすると驚いていました。輝きが半端ない美しいダイヤ、アルティメイトダイヤモンド3石をつなげて、速攻でペンダントを作りました。その日帰られる前に、もう悪いエネルギーは出ていったので大丈夫ですよ、眠れますよ。またアルティメイトは遠隔でも応援してくれますから、今日からはぐっすり眠ってください、そう伝えました。その方は半信半疑で、今日は眠れるといいなと思い休まれたそうです。そして翌朝、何ヶ月ぶりかでぐっすりと眠れた自分にびっくりしたそうです。翌日はまた戻ってしまっているのではという不安があったそうです。ですがやはり以前みたいに眠れている自分に喜びを感じられたそうです。次の日も、そして次の日もずっとよく眠れるようになったそうです。本当につきものが落ちたかのように。こういうことって本当にあるのですね。驚きました。主人からくれぐれもお礼を伝えてほしいと言われました。夜中に起きると隣で目をパチリと開けたままの自分がとても気味悪かったそうです。ありがとうございました、そう言っていただきました。自分に起きることは自分が思ったことからしか起こらないという引き寄せの法則。強く自分を信じて引き寄せることは大切です。ただ人として生きている以上、思わぬアクシデントやひょっとして憑依のような現象に巻き込まれることがあります。これって自分が思っていたのでしょうか？世の中には本当に不思議なことがありますけれど、困ったと思った時にも前向きで輝いていれば救いの手は現れるのです。今回はダイヤモンドの輝きがこの方を日常の生活のサイクルに戻してくれた。それはこの方が素直に引き寄せたプラスのエネルギーです。魔術がかかったかのような危機感から逃れたいと必死に思われた結果、
悪いエネルギーを跳ねのける輝きを持つダイヤモンドに出会ったのです。危険が自分の身に迫った時、宝石との不思議な出会いで間を避けるお話は実際にたくさん経験しています。ピンチな時にミラクルなチャンスがやってくるのはあなた自身が自ら引き寄せているから。そしてその瞬間からあなたは暗闇から解き放たれ、宝石のように輝き始めるのです。えっちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、 LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。